かなり高度なことやってるんで自信失うんでいいですよ。すごいことやってるねんね。この辺みんな一緒くたでやってるもん。ほとんどエクササイズで何か分からずやってるから。この辺手腰体操ほど大腿骨愛してる体操ないからね。一発目から大腿骨は大体この辺言うもん。大山総裁のね、違うよ足が違うよって言ったら、足っていうのがこういうことですよ。大腿骨使って体まっすぐ降りるってあるじゃないですか、まあ、真下にしゃがんでいく動きっていうのがまさに大腿骨使った動きです。真下までしゃがんでも骨盤がこう丸くならないっていうのも、これ大腿骨を使えてる人、この立ってる時とこの時としゃがんだ時の骨盤が全く丸くならないっていうね、これ大腿骨を使ってるからです。子供がこういうのできるよね。だからしゃがむの苦手な人ってこれ使えてないんですよ。大腿骨使えてない人がしゃがめない人です。特に大腿骨と骨盤の分離が極端にできない人はもう後ろひっくり返る、ひっくり返るしかないよ。歩いた時にこう重心が上下動起きがちじゃないですか。これが消えます。ほんまにここら辺の大腿骨使えて股関節がちゃんとほんまに機能通り回るので下に下がらないですね。もうね、大腿骨だけでちゃんと歩けるから、大腿骨だけでまず歩けるようにならないと、骨盤そこから上の乗ってるもの何もしてないというね。それはちょっとスピード上げたい時に使うわけ。大腿骨だけで歩く、スピード上げたければその上に乗ってる骨盤を使う。勝手にスピード上がります。もう今日から膝なし、もう膝のこと忘れて今日から。だから膝っていう概念が何かよく知っといてください。言語でねちゃんと知ると消せるんです。意味分かってへんから残ったものなんです。膝って何かって、膝イコールでしょ、大腿骨下端部と頸骨の上端部ですよね。これを総称して膝って言ってるんですよ。ならこれひっつけてるってことよ。癒着させてる概念が膝なんで、だから膝が前に出ないようにって意識してる時点でひっついてるっていうこと前提の話をしてるわけ。そら前出たらしんどいよ、痛めるよ。なんかなくした方がいいでしょこの言葉もね。フィジカリストとしてはやりたいのよね。だって皆さんの体を変えていこうって指導しようとした時にやっぱこういう一個言葉が、一個一個の言葉が邪魔してるって分かってくるから、膝がねーって言ってる、めっちゃ膝がねーとか膝の意識強くて膝悪いんですよとか言ってる人って相当これが固まってる、こびりついてるってことなんで、だからもうそれって何かっていうのをちゃんと知って、だから体を構造通り使うっていう概念が必要なの、絶対に必要なんです。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。